はい、皆さんもこんにちは。坂木敦でございます。4時を回りました。2月の2日木曜日でございまして、なんかだんだん温度下がってきたやん。もう15度を切っている感じかな。千代田区8度。今日はちょっと暖かいかなと思って期待したんですけどね、なんかいまいちですね。いまいちどうなるんでしょうね明日から。明日はですね、明日寒いやん。あかんわ、明日寒いやん。7度やって最高で、あさってから多少は緩むんですかね。多少はね、明日寒いわ。本題いきましょう。 JB プレス、今日はこれいっぱいやってますね。昨日出た記事でございまして、武藤正敏さんという元駐韓大使ですね、日本の。徴用工問題、早ければ2月中にも日韓首脳会談開催で決着か。ユン・ソンニョル大統領の強い意志で推進、韓国世論の反日感情もトークダウンという、ちょっと読んでいきましょうか。韓国のユン・ソンニョル大統領の強い意志で解決に向けて動き出し始めた徴用工問題だが、徴用工という言い方がよろしくないですね。志願工ですけどね、彼らは。だから日本政府は対戦中労働者問題と言ってますね。ここ数日の動きを見ると失速感が出てきているようにも映る。うん、失礼しました。そう、局長会議を求めた、局長会議が開かれたがと。韓国側が日本企業の資金供出や日本の謝罪を求めていることもあり、双方の主張の距離は縮まらなかったと報じられていると。だが解決に向けたゴールはかなり近づいているというのが筆者の見立てだ。早ければこの2月中にも日韓首脳会談が開かれ決着する可能性もあると。このね、要はユン・ソンニョルさんは、ね、今の向こうの大統領がですね、解決をしたいんですね。解決をするとですね、5月に開かれる G7 に呼んでもらえるんです。お隣さんは G7 の、一国ではないんですけども、その、開催国が2国までかな、招待できるんですよ。G7 以外の国を。で、今回開催国は日本なんで、日本になんとか呼んでもらいたいということでですね、そのためには両国の懸案を解決しなあかんと。まあちょっとね、虫のいい話ですけどね、それだけちゃうので、いろんな問題あれないかお前と思うんですけど、でユン・ソンニョルさんが前向きになって解決しようとしてるんですけど、やっぱりまだ隔たりが大きいんですね。だから私はね、あんまりね、楽観視できないんですよ。ただまあガンガン言うてくるとは思いますけどね。でユン・ソンニョルさんはね、日本に来たがってるという話があって、それがまあ書かれています。日本に来て頂上会談で、キッシャンとの会談で解決しようと。なんていうかね、お隣さんってね、そのトップ会談をすれば解決できるという、なんか妙な発想があるんですよ。で、普通トップ会談というのはね、事務方がお膳立てして、最後の詰めだけ残してやるんですね。それも大体見えてるんですよ。これこれこういう方向でと。まあだから、首脳会談というのは儀式みたいなもんなんですね、本来は。その儀式ではなくて、それをですね、ネゴシエーションの場にしようとしてるわけですね。で、自分が行ったら、ね、キッシャンは俺で解決するやろうぐらいに思ってるんですよ、向こうの人って。そのユン・ソンニョルに限らずですね、まあ、そのあたりがですね、ちょっとお互いの温度差があるんちゃうかなという気はしますけどね。で、まあ、いろいろこう武藤さん書いてあるんですけど、私が思うにはですね、その、もう日本にはほとんど妥協の余地がないんですね。謝罪もできないしですね、日本企業からもお金は出せないしと。でもそうだと全部向こうで解決するんだったらですね、向こうの国民が収まらんわけですね。そうやったら日本の思い通りじゃないかというようになるわけですね。まあでもそれはですね、日本からすればもともと0からマイナス1、2、3、4と掘り下げたのをですね、また0に戻すだけの話だから、別に何ら向こうは譲歩したわけでも何でもないわけですよ。自分で勝手に騒いでるだけなんですよ。
で、韓国政府は日本の誠意ある対応に対応を期待し、公益法人が主体となって韓国企業などから受け取った寄付金で被害者に弁済する方式を検討している。韓国 KBS テレビが行った世論調査では、韓国政府に対する国民世論の支持は低調であり、被害者の意見反映が不十分で同意しないとの回答が 59.6%、 日本との関係改善のために同意するは 33.3%、 33分の1もでも同意 OK やんと言うてるんですね。そこは私にとって不思議ですけどね。まあだからまだね、最後の隔たりが、最後ってまあ最後でもないですけど、隔たりが大きいかなという気はします。ただまあユンさん一人が前のめりになっているということでですね、私が注目しているのはですね、あれですね、向こうの世論がどの程度反発するかということですね。今の58対33ぐらいやったら押し切ってもいけるんちゃうかなと思うんですけど、ただまあ可燃性ですからね、あの人たちは。燃え上がるときにバッと燃え上がるんですよ。で、野党の動きは鈍いんですよね。野党はもっともっとキャン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 言うんかなと、この問題ね。そこは今一動きはに、まあ、分かりにくいってあるんでしょうね。慰安婦は分かりやすいんですよ。すぐその光景も見えるでしょ、とかイマジネーションできるでしょ。これは 見にくいんでしょうね。で、原告たちがですね、全員今のところ反対しているというふうに私には見えます。で、政府は、向こうの政府はですね、そのうち原告5人ぐらいいるんですけど、5組ぐらいあるんですけど、1組でも2組でも賛成に回らせたらですね、勝ちだという、そういう感じで今交渉しているような感じです。まあ、それでね、1組2組賛成者が出ればですね、切り崩せると思うんですけど、ちょっとなんというか難しそうな気がしますね。これがね、1人1億とかやったらね、金に転ぶやつがいると思うんですけど、1000万でしょう。1000万で金に転ぶかな。まあ困ってれば転ぶんでしょうけどね。だからそこは難しいから、ちょっとユン・ソンニョルさんの見立てが楽観的すぎるんちゃうかな。もし頂上会談で解決できるというふうに考えているんであればね、ちょっと甘すぎるんちゃうかなと。でもう本当何度も言いますけど、日本からしたら向こうが勝手に持ち出した問題であって、もう1965年に解決済みの問題なわけですね、日本からすると。でそこで日本はもう必要以上にですね、譲歩はできないし、もう仮に岸田がそれやったらですね、岸田の今でも低い支持率、これからまたバカ息子問題でさらに下がるわけでしょ。でこれでまたこの隣さん問題で下がったらですね、もう持たへんやんという気がしますけど、そのあたりどう考えてるのかなという気はしますね。まあでもね、急激に動く可能性があるというのも確かなんですよ。で、今月中にユンさんは日本に来たいわけですよ、電撃訪問で。ただまあそれもまあ、武藤さんの、この書かれてる武藤さんの見立てはちょっと甘いんちゃうかなと思いますね。僕は可能性があるとしたらですね、3月10日あたりにですね、ワールド WBC か、日韓対決が東京ドームであるようなんですけど、その時に合わせてくるという案が今のところありがちなんです。というのは3月1日に3.1という問題があって、昔々の、なんていうかな、まあ、騒動があったんですね。併合直後かな。併合ちょっと前やったかな、忘れましたけど、3.1騒動ってなって、それ、毎年、お隣さんの大統領がですね、なんか記念の演説をするんですよ。で、それを済まさんことにはですね、ちょっと気にくいんちゃうかなという気はしますね。ムン・ジェインなんかその時激烈な反日演説とかやってましたからね。なぜ反日演説を期待するんですけど、ムン・ジェインも最後の方はしおれてましたね。まあまあめんどくさいわけですよ、向こうはいろいろそういう国内事情がですね。だから、僕はこの問題そう簡単に解決できないんちゃうかなという気はしますね。まあ、結局あんな判決を出さなければですね、お隣さんもここまで苦しむことはなかったと思うんですけど、出したのあんたやろみたいな、あんたらやろっていう、ムン・ジェインが無理くり出させたんですけどね、そのおかげでですね、彼らは本当にこう苦しんでますね。まあ、時間は彼らの味方にはなりません。だからこのままでは
あのこのままの状態でいけば多分5月のサミットは呼べないんですね。なんでムンジェインさんの時間切れアウトになる可能性は高いなと思いますけども、こう一部でですね、そういう解決への期待は高まっているということも事実のようでございます。この JB プレス貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。